マルメ空港、正式にはマルメストルップ空港は、スウェーデン王国で5番目に離着陸数の多い空港で、マルメから約2 8ートルルンドから約2 6トルの距離に位置する。オーレスンリンク経由で、コッペンハーゲン中心部から約5 5トルコッペンハーゲン国際空港からは、約4 7トルの距離にある。マルメ空港は、 コッペンハーゲン国際空港がストライキや霧により閉鎖された場合の代替空港ともなっている。夜の丸目空港と中期する SAS の旅客機1923年以来、地域の空港として使用されてきた旧大化したブルトフタ空港を代替するために当初予測のほぼ2倍の約1億3000万スウェーデンクローナの建設費をかけて1972年に完成した。 新空港の建設は1960年代初めに計画された。ブルートフタの近くに都市部が拡張、接近し、新しくジェット旅客機が導入されてから、近隣自治体から騒音郊外への苦情が寄せられるようになり、現行の空港の拡張は不可能であった。1970年に建設が始まり、2年後の1972年12月3日に、 丸目空港は開業した。同時に、ブルートフタ空港は閉鎖されたが、丸目の航空交通管制は1983年に、丸目空港内に移転するまで元ブルートフタ空港内に残されていた。2005年から2008年頃に、低価格航空会社の数社が、コッペンハーゲン国際空港に対抗して、ストルップ空港発のスウェーデンとデンマークの乗客を集客できると目論んだが、 2007年秋にアイルランドの低価格航空会社ライアンウェアは丸目空港発のすべての路線を廃止した。2008年中にデンマークのスターリング航空は丸目空港発ロンドン業、アリカンテ業、バルセロナ業、ニース業、フィレンツェ業の数路線を持っている。スターリング航空の全利用客の約6から7%をストルップ空港利用客が占めている。 ZX、ツイフライノルディック、トーマス・クックス・カンジナビア航空や時折その他、ユーロ・キプリア航空といった航空会社が、スペイン、エジプト、ギリシャや、その他の国々に向けて、チャーター便を運航している。当期には、トーマス・クックス・カンジナビア航空とツイフライノルディックは、プーケットやタイに向けて、長距離便を飛ばしている。この空港で、 給油作業を実施しているのは、丸目フュエーリングサービス一社である。同社は、シェル、エクイノールとエア BP の塗装がされた、タンクローリーを使用している。リースロバート、スウェディッシュトラベルプランナーハット、フライグプランメド100。ありがとうございます。